フレデリック・オーペンバウアーフレデリック・オーペンバウアーは、イギリスの植物学者である。ヨークシャー州のリポンで生まれた。ケンブリッジ大学のトリニティカレッジを卒業した後、ドイツのビュルツブルグ大学で、ユリウス・フォンザックスに学び、ストラスブール大学で、アントン・ド・バリーに学んだ。1880年から1885年の間、ロンドン大学で、トマス・ヘンリー・ハクスリーの助を務め、 1885年から1925年までグラスゴー大学の植物学のレジウス教授職に就任した。シダ類などの進化の初期段階の地上植物の生殖などの生活史や進化についての研究で業績を上げた。1891年に王立協会フェローに選ばれ、1909年にリンネメダルを受賞し、1938年に 王立協会のダーウィンメダルを受賞した。バウアーは、植物の学名で命名者を示す場合に、フレデリック・オーペン・バウアーを示すのに使われる。A.B. バウアー、フレデリック・オーペン、レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2014年8月22日、閲覧、ありがとうございます。